デマと決めつけない、ね、デマをデマだと決めつけない、これ一つね、はい、デマを真実だと思い込まないこの二つね、みんな一番大事なの二つ言っとくよ、ちゃんとデマをデマだ と決めつけない、そして、デマを真実だと決めつけない、この二つですね。で、状況と立場によって変わります。状況と立場によって、これはよく言われたんで、私もよく言われたんですけど、そのワクチン打った方がいいですかっていう質問、どこの国でやって話ですどこの国でやって話です。そのヤブ医者いっぱいいるアメリカの話しとんかっていう、日本の話しとんかっていうね、これだけでも状況変わってくるからね、はい、だから状況によって、立場によって、場合によって、まず個人によって変わってくるっていう一つね、社会としてはどうなのかの質問なのか、はい、その辺のところがね、非常に要するにバラバラになっちゃうんで、ちゃんと情報を精査してね、見といてください。そして何よりも一番大事なことは、まず落ち着く、はい、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。まあ私のことを予言者だとか言ってる時点でもうすでにパニック起こしてるんです、俺からしたら、はい、だからまず情報は情報として受け取る、ね、事実は事実として受け取る、フェイクかもしれないと思って事実を受け取る、ね、で都合が悪い情報であったとしても、それこそ逆に気をつけとかなきゃいけません。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。